見ないで。それからお風呂に一緒に入るとかそういう冗談を軽々しく言わないでください。みくりさんはすぐに突拍子もないことを言い出す。あ、見ないで。それからお風呂に一緒に入るとかそういう冗談を軽々しく言わないでください。みくりさんはすぐに突拍子もないことを言い出す。